ちは、エネくんチャンネルのお時間が来ましたよ。今日はですね、じゃじゃん、ドギーボックス4月号が届きました。イエーイ。開ける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 、あーエネくん取られちゃったということで、早速中身を見ていきましょう。さあ開けてください。お、4月といえば入園式、入学式、あとイースター、いろいろありますね。何ですか？こっち。お、何でしょう？いちごあげる。いちご？いちごのくいねくにあげる。うん、えねくにいちご。さあちょっと見せてください、パッケージ。あ、本当だ、いちごだ。いちごライスケーキズ。いちご開けてく？じゃあもう一個、最初にさ、全部出しちゃうかい？わかんないけど。グリーン。グリーン？グリーン？え？すごい。結構、いちご率高くない？お、あ、すごいすごい！うわ！なにこれ？いちごだ！あ、食べちゃった！いちごだ！え？なんでしょう？あ、なる！エネン君とさ、一緒に綱引きとかできるんじゃないかな。よいしょ、これもう一つ、なんだこれは。これちょっと英語が読めない、裏を見ますね。燻製サンマふりかけ、早く食べさせてーって。すごいすごい、サンマふりかけだけどすごいね、なんか揃ってる、統一してる。で、これさ、中身これで終わり ?1,2,3,4 箱の中にはもう何も入ってないんですか？入ってない。入ってない？入ってた。入ってた？うん。なになに？グリーン入ってた。あ、グリーンね。なんか入ってない？これさ、外の紙と同じ柄してるからちょっと分かりにくいかもだけど、ほら、なんでこれや？なにこれ？いちごパイとか？なにこれ？なんだろう？え、なにこれ？帽子？帽子かな？ということで、ちょっと、中身を確認していこうかな。これなんだろう？オイル。なに？フォレックスシードオイル？開けなかった。アマニ油。開けなかった。ちょっと中身、ああ、オッケーオッケー。どうやって紹介していく？まずじゃあ、クッキーからいくかい？さあ、今開けてみました。中身はですね、よいしょ。いちごあられだって。よいしょ。じゃじゃーん。あははは、もうイニン君が顔突っ込んじゃってる。ちょっとまだまだよ。まだよ。こんな感じで入ってて、匂いは、あ、甘いイチゴの香りがする。うん。じゃあ、中身をちょっと出してみましょう。中身はですね、こんな感じ。あ、ちょ、顔が、顔が近い、近い、近い、近い。こんな感じでした。匂い。いい匂いする？ちっちゃい。いちごあられ食べてるね。いい音鳴ってるね。中を開けてみました。匂い嗅いでみてください。匂い、いい匂いする？ふりかけみたいになっていて、匂いがね、本当にサンマの濃い匂いが、そう、サンマの濃い香りがします。手に出してみました。こんな感じで、結構ね、ほそほそしてるんです。これを、あー！早っ！食べちゃった。中を開けると、袋いっぱいいっぱいに大きいビーフガレットが入っております。めっちゃ見るね。ちょっと待ってた。一枚取り出してみて。どうですか？いい匂い。いい匂い？うん。
本当だ、なんか優しい牛の匂いがする。クイクイ行こう。ちょっと待って。ちょ。待て。ちょっともう息子がいるから取られると思って急いでパク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 っていうことじゃ。よし。もう食べてるけど。お、結構本当に噛み応えがあるね。噛みしてますね。一緒に持っててくれてます。ん？ん？じゃあ持ってて。あら、持たないんかい。続きましてこちら。こちらは甘煮油。あ、なるほど。なるほど。え？これガチでオイル？あ、オイルだ。わあ。では早速かけていきたいと思います。トト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 トルーク食べたいなー。ねえ、レン君が食べたいなって言ってるね。これ全部入れちゃっていいのかな。これをかけることによりワンちゃんの体内では作ることができないオメガ3脂肪酸もうあげます。よし、オイルのついた餌を食べておりまーす。ねんくんは結構好き嫌いが激しいので、こういった餌に何かをかけると途端に食べなくなるのではないかと不安なんですけども、意外と味を邪魔しないのかな。良さげ。いいね、甘煮油。へえ、犬に与えてもいいんだ。ドギーボックス4月号。今月は、いちごをテーマにしたかわいいアイテム、たくさん入っていました。ありがとうございます。へへへ。ぜひ、こんな感じで。土佐犬ならぬストロベリー犬、皆さんも試してみてください。終わります。またねー。